はい、どうも。水着水着の水着見すぎミスです。はい、本日はですね、覚醒した水着水着を使ってマントル投資サクセスやっていきたいと思います。デッキがこんな感じですね。闇の道へ、オクタビア、水谷、クネミア、水着ということで、コントロール106デッキになっております。この水着が覚醒して精神ボーナス10とコントロール上限アップ4を持ったということでね、こちらを早速使って抑えの更新を狙っていきたいと思っております。まあ本当はですね、クネミアのところを桃屋にして、闇のところねミチルにして、コントロール111デッキみたいなねデッキやりたかったんですけど、ボックスに覚醒剤がないため桃屋は覚醒できないので、このデッキでやっていきたいなと思っております。今回は初期値こんな感じで、アイテム招きとカロリーバー盆栽でやっていきたいと思います。さあ、初手は虹谷は、私、丸石の場合は、踏まないようにしておりますと。はい。丸石がですね、本当にちょっと使いづらいんで、自分は青を避ける立ち回りで、普段はやっておりますと。さあ、お次は、オクタビアいいですね。これを呼び込みたかった。カチュン以外で、オッケー。さあさあさあ。ほんとはちょっとクネミアの回復をマジで欲しかったんだけど、まだいける体力だよね。青、同上か、タコか。あれ、球速とコントロール練習って怪我率一緒だっけ？気のせいか。まあ。そうだな、今オレンジが欲しいからオクタビア行こうかなって思ったけど、さすが、同栄が強いよな。さすがに同栄の方がこっち強いもんね。行こう。ここで怪我はないでしょう。切り替えましょう。西谷、この西谷は全然行って OK ですね。OK。 さあ、序盤からつまずいたけどどうなるんでしょうね。こういう時はもう星をね休むで取りいきます。で、タコペット、さあコンボですね。通りました。さあ、びっくりしない日が続いてますけど、とりあえずオレンジがないという中で、コントロールでもいいな。メンタルでもいいけど、コントロールでいいか。さあ、回復やる気アップ、ナイスですね。さあ、びっくりが来て、どちら様でしょうか。虹谷はいらん。クネミアっすね。購買部ナイス。クネミアナイス。これはカラフルでテンポ丸を取っていきましょう。で、オクタビアいいですね。いやー、ここも心がいいな。今はちょっと、これが理想的すぎるね。彼女同栄びっくりは激アツですね。重い球まで取っちゃいましょう。
強い強い。彼女評価おそらくいったんじゃないかな。さあここで休むときにね、星があるとさらにラッキーなんですけど、ないと。購買部亀石、うん、クレミアオレンジですね。まあ緑で妥協。まあ虹谷が走る分にはいいんですけど、タコが走られると困っちゃうんですよ。うわー、神引き、ダイナマイト、ダイナマイト購買部強すぎる。まあ、これタルカルでやりますか。まあいいでしょう。タコ、タコあとキレだけかな。まあ悪くない流れが続いております。で、購買部のレベルも上げれますね。ナイスナイス、いいぞ、流れよし。クネミは割と告白間に合ってくれる印象ありますね。どことのエクちゃんとは違いますわ。さあ回復もいいですね。ただちょっと渋そう。あー、ギリギリ青が足りないと。まあもうこういう時はもうデートに行くのがベターですね。休むの星か、暇な時はデートですね。星もね、全然出ないこととか全然あるから、隙を見ていかないと星貯蔵庫が壊せないなんてこともね、ありますからね。さあ同へいいですね。同へは行きたいね。切れて、切れるだけでいいか。ダイナマイトを立てとこうか。ナイスすぎる。君はもうちょっと待ってて、本当に。うん、セク3終わりくらいも待っててほしいな。で、お、メンタルにいるのはありがたし、しかもいろいろ入る。あげあげぽよぽよ。で、クロスファイヤーですね。ナイス。クネミはね、氷が上がりづらいんで、できればモテモテついてほしいですね。モテたい。いや、モテねー。これどうしよう。体力的に下げたくないってのもあるんだけどな。ワンチャン通ったら美味しいって思いもありますもんね。ワンチャン。はい。大江さんはちょっといけないな。まあデートっすね。あー、デートも体力下がるのか。くそ、やっぱ大江置きに行けばよかったな。ダイナマイト来る。まあ、今は行くべきじゃないんだけど、このオクタビアに行きたいな。シンプルにダイナマイトじゃなくてオクタビアに行きたいですね、これ。なのでちょっとカロリーバーもったいないけど使っていこうかな。うん、序盤の肝ですからね。びっくり採掘にはで、スタミナも上げ、いやでもオクタビアが控えてるからな。ちょっといい止めで。
ちょっとでも空打ちして、かき上げるのもありでしたね。ちょっと、体力が下がってしまうが、しょうがない。連続で来る。ちょっと強いから困るよな。いやー、我慢かな。こうやればあげれんのか。神引きしたからな、マジでさっき。いやー、カロリーバーは、終盤に取っておこう。まだ使うところが、きっとあるはず。で、亀石貯蔵庫建てましょう。はい。すげえ来るな。さっきより強くなったし。よし、これは貯蔵庫を建てて加速させましょう。あれ、建てれない。オレンジがない。オレンジがない剣についてか。マジか。黄色もねえんだけど。アクセサリー立てて2上げるのもいいんだけど、どうしよっかな。今足りてる。鉱石センサーかな。アクセサリーまで行くかすげえ悩むけど、今取れるものを取った方がいいかな。目先の経験点大事ですからね。いったるか。あ、間違えた。なんで俺ここに立てたの。もう間違えた。なんでここに立てたんだよ。ちょっと待ってくれ。あー、ダメだ。疲れてる。意味がわかんない。なんで被せたし。じゃあ、ツルハシ立てよう。ミスったなぁ。立てる予定じゃなかったんだけどね、ツルハシ。購買部引けないか。ああ、星3つ来た。これは星3つやな。ここは上げれない。ここに亀石貯蔵庫、鶴橋上げとくで休もうか。これは高速スライダーと振りっとというちょっと攻めた変化球でいきたいと思います。ナイス購買部で、クネミアは体力下がりますからね。おお、休む。また来たか。ここでも確保って感じでいいな。そしたら、うん、よし、これでも休まなくて OK ですね。危ねえ、不眠症ついてたら激ないでしたね。できれば大吉がいいな。できればでいいから小吉か。強そうに見えて強くないな。メンタルが美味しいんじゃないのこれ。
悩みますね。これも魅力的なんだよな。あ、もうコツ完璧なんだ。下にコツないのか。じゃあメンタルでいいか。黄色も欲しいけどね。こっちで来やがったな。137じゃきついな。何をしようとしたんだっけ。宝石貯蔵庫も垂れていかなきゃいけないんですよ。まあ、まだ焦る時じゃないですね。同栄はあとなんだ、伸び打たれだけかな。よし、来ないか。さあオクタビアがちょっと走るのが怖いんだけど。さあこれやる気上がるっけな。よし、ちょっとでも上げて、びっくりは誰でしょう。どうえか。あ、そうだ、購買場で乗せてた。どうすっかな。どうオレンジ2丁行くのもまあありっちゃありなんだよね。ただできればオクタビアがいいってのが本望。まあここはまあデートでいいかな。無理するところでもないと思われる。縛り5になったね。クネミアがマジ評価上げ大変なんだよね。練習も踏んでいかないとね。なぜモテモテがつかなかったのかが悔やまれる。 OK、 これか。まあ調子安定取ろうか。1回目か。さあダイナマイト、まあまあですね。クネミアのために急速行きたいっていう気持ちもあるね。まあオクタビアも走ってるから急速行っとこうか。とりあえずそうしよう。やる気を上げてください。よし、来たよ。もうちょい待てよ。お前いつも早いね。頼む、ブルンって音を聞かせてくれ。課金はやだ、課金はやだ、課金はやだ。よし、怖かった。よしよし、4000出てればいい方なんじゃないでしょうか。もう一丁。きたー、水着同エタック。これは強いですね。これサムネかな？これ同エがさ、50で先週ボーナス乗ってたらもっと強いんだけどね。オレンジも一気に稼げますね。コントロールガンブリして
闇のようにスタミナも上げましょう。そういうことないね。Here we go。そしたら宝石貯蔵庫を建てたいんですけど、黄色がねえんだよな。よし、さっきのはいい卓だった。なぜ虹谷全然石入らんやん。守備練習でもいいな。4減るでしょ、マイナス2、1足りねえ、キーヒロは足りねえ。デートは次が5回目か。急速スタミナもう少量か、早えな。守備だな。クネミアがいるのでサボり癖は実質プラスイベントになるんです。で、水木ちゃんね。で、これはやめておくようでミスターゼロでございます。ほうほうほう、強えけどここはちょっとオクタビア行っとこうかな。まあ次あれだね、宝石貯蔵庫建てられるんで早めに建てていきたい。欲しいコツもほとんど取ったし、流れとしては非常に良いかなと思っております。メンタル枯渇狙ってもいいな。闇のね、こないだスタミナ B でミスったんだよな。で、勾配ボスラに上げていく。で、ツルハシのところに宝石貯蔵庫建てます。で、ここに、あー、黄色がないのか。こっから黄色、そうだ、供給してくるのが大変なんだ。ミスった。ミスってはないけど。まあ、デートかな。貯蔵庫ぶっ壊して筋力300もらうってのもありなんだけどね。デトリア、クネミア評価上げきついな。どうやってイベントどんくらい走ってるっけ。今なら闘魂チャンスでもあるんだよな。暑いで、静かな感じですね。奥ちゃん、メンタルが寸前か。黄色をちょっと稼いでいきたいんだよな。
タミナ行くのもありなんだよな。どうしよう。宝石貯蔵庫た、まあでも早めに建てないとあれだったもんな。星早めに建てておきますか。うん、で不安要素をなくすためにスタミナを A にします。黄色稼ぎたい病なんだよね。スタミナも少量なんだよね。行き過ぎが厳禁です、このゲーム。一旦オクタビア行ってこうかな。そうしよう。多分そのうちダイナマイトも来るんで、ほらね、これ黄色一気に稼ぎたい。いやー、行ってたら来た。まあこっちかな。今は何はともあれ黄色なんですよ。黄色い閃光なんです。しかも宝石貯蔵庫2個目もこれでいけるようになりますね。どうや走ってないぞ、これ闘魂チャンスだな。で水着水着のね精神ボーナスも効いております。さあ来た。スタミナ A なら大丈夫でしょう。ゲイ、連発来た。まだ立てれないか、ツルハシ。え、休息が寸前なの？マジか。それはちょっと聞いてないな。さすがにあれじゃあ枯渇しないと思うけど。このダイナマイト行く価値がそんなにない気がする。まあ黄色は欲しいんですけどね。これ違うな。休むでプラス5でしょ。マイナス3、2、4。ああ、いつら橋立てれんのか。それも全然ありなんだよね。休んどくかな。ちょっとイーツルハッシュは早めに立てておきたいんで、そうしよう。あ、どう1回目か。これ投稿狙おうかな。急速も上げれてるし、さあ来た。ここは狙っていきたいよ。よし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 、ナイス。これは強い。水木水木が仕事をしております。で、ここで、大丈夫か。ツルハシだったら下がんないかな、活気。多分、このフォーメーションなら大丈夫だと思うんだよね。いいツルハシ、行かせていただきます。ポイントアフレは大丈夫。オッケーオッケーオッケー。
急速上げといて、変化上げときて、うん、行きましょう。非常にいい感じですね。これはもう筋力変化だったっけ、筋力技術か。監督評価もちょっと気をつけていきたいね。なるべく筋力は使いたくないんですけど、変化球プライド、金縛りもいけるね。ワクワクしてきました。ナイス。さて一旦休憩かな。あー、ここで枯渇狙っていくのもありです。多分スタミナももう、あ、まだ大丈夫か。黄色を早めに上げていきたいね。カラーゲートも一回必要。まああれなんだよね、オレンジを今黄色に変えちゃうっていうのも全然ありだね。宝石2個あるから、ここで勝負に出るか。オレンジがその代わり入らなくなるんですけど、いっちゃおう。これで供給できるようになるね。メンタルの枯渇を狙っていく。さあ静かなターンですけど、これこそカラデートでいいかな。次ここいっぱいになりますね。マネジメントしてけ。余計どうへ止まってんのはいいよ。さ、変化弱い。やっば、866も999じゃん。来てしまいましたか、ついに。これはサムネだな。これは技術あふれ不可避。ポンコツいらねえな。引いてしまったか。まあ枯渇には余裕がありそうなんで踏んでいきますか。コントロール999引きましたね。まあちょっとでも無駄にしたくないんで、と言ってもだな、なんかいい使い方あるかな。リリース、この50を綺麗に使う方法を求む。いや無理でしょ、50ってある。あー、対強打者、それはもうでもいっか、こだわりすぎか。内角とか取っておこうか。これでも技術いらなくなりましたね。うん。えげつねー。ゴー。半端ないって。技術入らないもん。あ、泳ぎたい。これなんだ。これいつもね、最初の方に来るから、泳ぐの嫌だなで、チームティホカップを狙ってたんですけど、
多分ね、海シーズンだったらすごい上がるんだけど、これ今海シーズンじゃないんだよな。体力あるし海でいいか。待って、今選択肢見てるんですけど、パターン A だったら渋いんだよな。プール行って精神稼ぐか、プール行くか。さあ水着を見ていく。これどうなった。ああ、でもコントロールは枯渇あれまでいかないんだ。なんじゃこりゃ、これは技術やばいな。阿部ひとか取るか。守備の枯渇は目指さないでいいんじゃないかな。ただ黄色があれなのか。待ってくださいね。状況的には固い所属がもう一個あると。カラデートはもう一回しなきゃダメなのかな。スゴツルが確かハート使うんですよね。だとするとカラデートのタイミング、今かここに行くか。ここに行って黄色を取り行くか。監督評価も怖えな。ちょっとそういうところを頭に入れていきたいですね。黄色4、緑4。あ、緑もねえんだ、今。って言っても緑はもういらないんだよね。これちょっと選択の時だな。いや、デートでいいと思うよ。さっきカラオケ行ったよね、喫茶店で。安全券もらいます。最後急速、うわ、もう1万近く出てる。これは来てるな。で、同盟はまあ置きに行くならあれなんだよね、精密機械なんだよね。どうしよっかな。いやー、どうしよう。これミスった時は痛すぎんだよね、正直。置き行くか、今回は。技術も余ってるからね。なんなら投資直取りの査定もそんなに悪くないんで。シンプルに強いやつ来た。ただ早く貯蔵庫すごいツルハシにしていきたいんだけど、変化もまあ言うて欲しいからね。これ監督評価が あと8か。これで上がってくれ。よしよしよし、あと3ね。3回練習すれば実質 OK。 打たれんの、え、コントロール106だよ。嘘でしょ。どうやったら打たれたんだよ。そこはちゃんとコントロールしろよ。低めって、あ、もうもらえないよね。オッケーオッケー。まあ、溢れるのはもうしょうがないからな。ちょっと待って、練習見ます。変、コントロールはもういいな。変化に行くっきゃないか。うん、メンタル枯渇も織り交ぜつつスタミナの枯渇も狙っていきたいですね。ムビファ、
ここ活っていうのもありだけどな。いやー、すごつる早く作りたい。さすがに変化伸ばしとくか。連発。これで球速決めるか。決まり手になっちゃうけど。これ以上強いのあんま来ないでしょう。球速あんま上がってないんだよね。ちょっと早い球種ついてるんで、スローカーブ取ります。緊急登板とか取っといて、まあ球速ダブルの可能性がワンチャンあるから。ただクネミアもいるんだよね。ちょっとここは行きたいかな。カロリーバーも使おう。確率に行きます。よし、で、黄色が相変わらずない。まあこれで枯渇かな。クレミアもちょうどいいね。ゼロ選出。なんか取っておこうかな。もはや鶴橋いらないんだよね。鶴橋なんかメダルに変えるか。欲しいのは変化だけど、全然変化メダルないのか。筋力メダルも欲しいんだよね。鶴橋が邪魔な気がしてきた。さすがにここまで来ればいけるよね、枯渇。というわけで、まさかのグッバイ鶴橋でいいのかな。次一応、もう残しとくか。一応わかんないわ、何が正解なのかがわからない。ただ変化と筋力が足りないことだけはわかる。これ回復もあるでしょ。次だな。さすがにもう評価大丈夫そうだね。スタミナを枯渇寸前までやっておくか。筋力変えるのも美味しいんだよね。さあ、ここから体力を見ながら強いな。なるほどね。貯蔵庫をここで建てます。
これで精神にゆとりもできましたね。あとは筋力変化だな。道江さんは打たれが来てない。鶴橋が黄色になんねえんだよな。あ、伸びきてなかった、ありがてえ。ここでダイナマイトか。いや、強っ。いやー、通さなきゃいけないの来たな。33%。えげつないのが来ましたと。あと使う敏捷は30？手ご47、52、57。あ、全然この辺取れんのね。かといっても技術はもう溢れること見えてるから。カロリーバー先つかなきゃよかったな。これ通ればだいぶでかい。通すしかねえか。33%。また手汗がやべえ。前の動画と一緒だ。必ず通します。技術溢れてもしょうがないんで。変化800練習通ってください。よし。うー、オッケー、ナイス。ちょうど5だった。よし、変化を伸ばせる、ありがてえ。筋力だな。あと鶴橋で今何ターンだ。6月4週か。変化も枯渇寸前。いらんな、怪しい店。レベル上げても下がんのか。まあ一応キープしとこうかな、これで。本当はすごい鶴橋垂れたかったけどね。どうしよう、謎の着物上げてみようかな。この動物は高めてくれるか。もう使わないんだよね、ハートと星。ちょうど2個1個。これはむむむ、上げてみるか。動画の効果高めるんでしょう。上げてみようぜ。こいつがこのサクセスの鍵を握るかもしれねえ。休みます。うわー、痛て。うわー、練習できねえな。うわー、せっかくダイナマイト来たのに。練習したかったけど焦る時じゃないからな、もはや。スタミナで筋力を上げたい、ただその思いだけです。その着物増えてる。ここも休むでしょう。
大丈夫だね。さあスタミナ変化、コントロールダイナマイト来てくれ。更新はすると思うんだよな。ただ筋力が、いやー、落としてすんなし、筋力が上げらんないからどうなるかだな。例のごとく試合は早送りでお送りします。落としってのポイントも大事なんですよね。はい、1回戦が終わりました。さあスタミナ化変化のダイナマイトをね、祈っていきたいと思います。来ないんかい。マイブレ取ろう。マイブレ取れるかな。取れない。謎の置物なりほ、なるほどね。そういう効果か。もはや守備スカウトおにぎりで体力キープするか。それでもいいな。うん、そうしよう。さあ来い。よし、来たでしょ。これは来た来た来た。強い強いんだけどさ、もうこれ実質技術と精神ないに等しいから、これ、これ正解はスタミナだね。うん、明らかにまだ筋力系が足りてない。まあ枯渇はいけるからよしとしましょう。くそ、置物し、こっちが仕事してるし、まあスカウトもいるしね。枯渇はいけたでしょう。まあ最後に変化コントロールのあれが来たらラッキーくらいの感じでいいかなと思います。伸びがまだ3なんだよね。最悪打たれ20丸一気に取って取っちゃいたいと思います。筋力不足になるのが水着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 編成ということで、そこは勉強になりましたね。はい、というわけで選択が終わりました。長いよマジで。ポイントどうだった。いやー、だいぶ下がったな。奇跡のダイナマイト来ないか。とにかく筋力ですね。まあ、体力も次の甲子園のためにキープしておきたいけど、普通に球速いくか。その前に壊しましょう。250ポイントありますね。まあここの球速でいいかな。やりたいことはやったよね。はい、ありがとう。はあ、疲れた。とりあえず何取ったらいいんだろう。
158にして、変化上げて、これ、技術精神バグってんな。ここ休むでいいかな。引き続きカットでお送りします。はい、今回は無失点でいけましたね。さあ、とにかく球速スタミナアタックを祈りたい。あー、でも強いな。まあさすがに喧嘩かな。伸びが取れてないんだよね。投打躍動とか取りたいのたくさんあるんですけど、筋力ポイントが鍵になります。いきましょう。多分筋力系以外の特能は全部取れます。はい、白号も終わりましたと。技術が晴れましたね。なんとか自責点はゼロでした。さあ、球速タックかスタミナタックお願いします。オッケー、ダブルできた。マジか、これはどっちがいいんだ。現実的に考えたら伸びは取るでしょ、打たれも取る、タイピンも取る。うん、順応も取るでしょ。ちょっと待って、ここはやめとこう。スタミナタック踏むか球速ダブルですよね。15も上がるのか。ああ、じゃあこれはスタミナタックの方が美味しいですね。把握しました。これで7上がってください。お願いします。おお、かみった。よし。ここの試合はノーカットでお送りしましょう。どうしよう。ポイントあふれ。変化使う系はとか。緩急くらいかな。開けちゃって大丈夫だよね。長いサクセスでしたが、ここまで来ました。行きましょう。お待たせいたしました。4番マントが先制のピンチを迎えました。ツーアウトランナー二塁という場面で茂木。危ない危ない、追い込んでなかった。4番は怖いんで置きに行きます。頑張ってくれ、頼む。いやー、3、4番かよ。よっしゃ、三振ゲッツー。ナイス。じゃあどこにいる。9番か。ダメだ、マインドブレイクさせることができない。満塁にしてピッチャー勝負とかできるんだけど、さすがにそれは
怖すぎるよね。ドーマー今の頑張れよ。さあ頼む、打ってくれ。俺たちは何のために甲子園に来たんだ。そう、抑えを更新するためでしょう。頼む、信じる者は救われる。なんだよそれ、もう何回投げたの俺。あでも代打送られてるか。いやーこのポイントもでかいよ。まあ当初、まあ抑えていったんでね、抑えにしましょう。30オール損したな。経験ってどんなもんでしょうね。16,200、なかなか出たんじゃないでしょうか。では査定を振っていきたいと思います。はい、というわけでこんな感じになりましたね。球速158キロ、コントロール106、スタミナ101、総編が18ですね。徳能が3,4,5,6,7,8,9,10,11、35個かな。はい、といった感じになりました。まあ、取れなかったところで言うと、球速160で、まあ、ジャイロボール欲しいですね。ジャイロボール、火消し、速球対抗心、アウトロー球威、投打躍動といった、まあ、やっぱり筋力が全体的に稼げなかったので、そこが余ってしまったという感じですね。はい。盆栽ですけど、どれくらいいったでしょうか。見ていきたいと思います。お願いします。7! おぉ更新です。ありがとうございます。いやー、やっと抑える7作れましたね。いや、水木、強いっすね、普通に。これだから、クネミアじゃなくて、桃屋使って、コントロール111にできるようなもんなら、今ポイントめちゃくちゃ余ってたんで、それでさらに査定が伸びるって考えたら、ちょっとこれの桃屋覚醒バージョンもやってみたいなと、思ってしまいますね。はい。というわけで、まあ、一応、結果残せたんで、良かったかなと思いますし、これ、盆栽ですからね。はい。これを、千丸ないし、天丸でやったら、かなりスコアが伸びるんじゃないでしょうか。まあ、変えるところに行ったらさ、まあ、桃屋とみちるがベストなのかな。うん。やってみたいな。桃屋覚醒させようかな。まあ、SR ガチャゲント溜まってるんで、その残骸で覚醒させるのは全然ありかなと。密かに思っております。といった感じで、最後、スタメンだけ更新して終わりましょうか。いやー、これでついに投手陣が、綺麗に、中継ぎ7以上で、染まりましたね。はい。先発は6以上と。いった感じで、円卓の方もね、今来てるんで、頑張ってやっていきたいと思います。はい。こんな感じで今回の動画終わりたいと思います。ぜひ、チャンネル登録と高評価のほどお願いいたします。はい。では失礼します。See you!